はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は11月の21日水曜日、時刻の方は22時です。ピョ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 。うわ、もう事件だよ。おじいの中ではもうムカつく事件だよ。あのさ、おじいがさ楽しみにしてた12月の何日発売だっけね、ジャストコーズ4で、アマゾンとかいろんなとこ見てもプレステ4のやつは予約があるんだけど、箱版がないんだよ。で、海外のやつはアマゾンにあるんだけど、ないんだよ、日本語版が。で、今ね、気になる情報を見つけたんだよ。これさ、ジャストコーズ4の公式なんだけど、これパッケージ版の販売、パッケージ版の販売はプレイステーション4のみとなりますってことで、おい、ざけんなよ、パッケージ版なしかよ。おじいはパッケージを手にしないとゲームを買った気持ちにならないんだよ。パッケージ大事だよ。ふざけんなよ、ダウンロード版オンリーってことかよ。しかも、ね、しかもだよ、普通さ、アマゾンでもどこでも何でもそうなんだけど、こうやってさ、8618円がさ、7750円で、であと775ポイントがついて、実質6000円ぐらいで買えるわけじゃん。7000円弱で買えるわけじゃん。ね。これがさ、これ、ダウンロード販売オンリーでさ、8618円、これ、定価じゃん、これ。事前予約するって、これ定価じゃん、これ。定価かよ、 Xbox 版定価かよ。おじいがこんなに楽しみに待ち望んでてさ、今度はトルネードでこうブワーってのでさ、結構トレーラーも見て期待してたんだよ、これね。ざけんなよ、これもう中古も出てこないってことじゃん、これ。ざけんなよ。ああもうなんかね、もうね、8618円でしょ、ふざけんなよ。これすごい楽しみにしてたのに、レースゲームのホルさんのね、新しいの出るのは来年なんだよ。で、ホライズンは出たけどね、もうマップほとんどもう出てこなくなっちゃったから、あとぐるぐる遊ぶしかないんだけどさ、このジャストコーズ4はね、年末年始ゆっくり遊ぼうと思ってね、破壊が楽しいんだよ、バンバンバンしてね。いや、これすっごい楽しみにしてたんだよな、もうね。Xbox 360 の2はまだね、やりかけなんだよ。で、3はね、もうマップは全部行ってね、で、全部クリアはできなかったんだよ。屋根の上に乗って、なんか制限時間以内に全部解除するって、あれができなくて、ムカついたからもうやめたんだけどね。うわー、もうね、ジャストコーズ4、ふざけんなよ。なんかもう Xbox 嫌いになったよ。パッケージ版出したの普通、これどこだっけ、バンダイナムコだっけか。ふざけんなよ、これ。このクソナムコね、でしょ、ふざけんなよ本当。それでさ、ちゃんと Xbox 版のマーク下に入れやがってさ、何なんだよ。あ、スクエアニックスか、ナムコじゃなくてスクエアか。もうおじい、スクエア嫌いだからな、ほんと。おじいさ、スクエアの出したさ、プレシス3のレースゲームベタ褒めしてんじゃん。なのにこの周知会、ドライビングエモーションタイプ S っていうのがあって、あれね、操作できる人ね、あんまいないんだよ。あれすっごい楽しいゲームだったんだよ。スティックでも十字レバーでもね、ハンドルを買って切ったら自分でよいしょって戻さないとね、戻れないゲームで、車ってそうじゃん、グーってハンドル回したらこうグーって戻すじゃん。でもレースゲームのゲームってさ、右ってで自動的にパッてこう戻るじゃん。あれインチキでしょ、自動で戻るっていうのがインチキなんだよ。だから実写はさ、確かに手パッて離したらグワンってこう戻るけどさ、
ハンドル手離さないし、いちいちこう曲がる時こうやって曲がったらパッて戻さないでしょ、こうやってちゃんとグーってグーってまたこうして戻すよね。だからその操作をコントロールでできるのを出してくれたからさ、あのヒューマングランプリみたいなもんだよ、スーパーファミコンのね、F シャンゴーゴとか。だからね、ああスクエアエニックスよくぞ出してくれたって感じで、 RPG はやらないんだけど、あのすごい絶賛してたんで、おじいはね。なのにこの仕打ちね、もうあのもう超大嫌いになったよ。パッケージで出せよ、これさ、これさ、これさ、こうジャストコーズ4、こう Xbox One、PlayStation 4で Steam ね、あパソコン版、パソコン版買えばいいのか。まあ、パソコン版だったらあの安くなるよね。でも Xbox でやりたいんだよな。パソコンはさ、なんだかんだ言いながらさ、あの不具合起きたりするから嫌なんだよ。まあそうかに元で楽しめるんだけどさ、そう GTA5 も元が遊びたくて入ってんだけど全然遊んでないんだよ、やり方分かんなくてね。いやー参ったなーこれ、おじいショックだなー。もう他に遊ぶゲームないんだよ、おじい。レースゲームとさ、このジャストコーズだけはね、ちょっと特別に面白かったんだよ、3がね。めっちゃハマって、乗り物乗ってね、わーってあちこち行ってコレクションもできるし、ヘリコプターとかね、操作してあちこちで戦闘機でピュン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 って、あのヘリコプターでピュン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 って、唯一、操ることができて楽しめたゲームだったんだよ。で、おじい、バトルフィールド2が唯一ヘリとか操作できるゲームだったんだよ。で、もう他のやつはね、ダメなんだよ。全然できないんだよ。バトルフィールドシリーズ。他のやつも持ってるけど、操作が慣れなくて。ね、だからジャスコーズはね、良かったんだよ。そういう意味でも。自由気ままにいろんなものが乗れて楽しめて、ああおじいのね、もうこれを楽しみに12月は頭来ないかなと思ってずっと指折り数えてましたけど、ざけんなよ本当に、定価販売かよ、定価で買わないぞおじい、8618円だよ、ドゥワー、ふざけんなよこれ、みんなでこれさ、あの箱ユーザー怒れよ、もっとパッケージをよく、あのダウンロード販売だったら安くしろよ、せめて5800円ぐらいとかさ、もうあのもう誰も買わなくなっちゃって慕っちゃった時にあのセールでよく安く出すけどさ、もう今3は安いよ、だから5が出た頃に4買えば安いんだけどさ、ざけんなよ、うちパッケージ欲しいんだよ。いや参ったな本当、ふざけんなよ。あのね、ジャストコーズ3はあのなんていうの、遊ぶ予定なかったんだけど、 Xbox One を買ったら遊びたいトップ10のなんか記事を見たらこれがあったんだよ。でなんかみんな面白い面白い面白いとかなんかいろいろ評判だったから、ええー、と思って、でなんかパラシュートみたいなの持って、なんだこれと思って、でも他に遊ぶゲームないから、ちょっと遊んでみようかな、車がコレクションできるっていうから、でちょっと遊んでみようかなと思ったら、いやドハマりだったんだよ。こんなに面白いゲームあるのと思ってさ、いや本当だからね、久しぶりにこういうゲームをハマれたんでね、まあ操作性も同じだろうし、でジャストコーズ3は中古でも結構値段が良かったんだよ。いくらで買ったか忘れちゃったけど3000円台後半ぐらいで買ったと思うんだよ。でまあ1ヶ月ぐらいあれかな、ステージアライブで配信とかもやりながらね、視聴者さんと一緒に遊べたんだよ、ゲーム配信でね。結構電波塔を破壊に行こうってね、おじいも好きだね、またこれやってんのって言いながらずっとね、もう夜はゲームの時間してね、ずっとやってたんだよ。で売っ払ったんだよ。で売っ払ったけど、
値段が落ちなかったから、ちょうどね、いい時期に遊んで、いい時期に売ったから、ほんとね、ほんの何百円で遊べたんだよ。だパッケージ版、パッケージ版の良さがあるんだよ。これ、定価で買ったらもう戻ってこないじゃん。本体のアカウントごと売らない限り。ふざけんなよ。8600、だからね、新品で買ってね、で、遊んで売っちゃうつもりでさ、まあ、半額になったとしてもさ、これ面白いゲームだから、まあ、そこに価値があるから、まあ、おじいはいいかなと思ったんだよ。新品で買おうと思ったんだよ。中古まで待たないで。せっかくそんな気持ちにしてくれた唯一のゲームだったのにさ、おじいフォルツァ以外はね、発売日に買うことないからさ、それぐらいすごい期待してたのに、ダウンロード販売のみ。8,618円。買い取りじゃん。売ることもできないし。8,618円だよ、皆さん。ゲーム遊ぶのに。ねえ。みんな許せる？ざけんなよ。ダウンロード販売もっと安くしろよ。で、その横がさ、1166円とかさ、その横なんか3326円とかさ、その横なんか1150円じゃん。ね、他のゲーム見たってさ、こんなクソ高いのないでしょ。バイオ、あ、ここに、あ、ディズニー、キングダムハーツ3、9500円、そんな高いの？こんなの買うの？あれでしょ。よっぽどオタクばかり。あれ、何これ、デビジョン2が何、9000もすんの？あ、そう。あ、デッドアライブ何、6出んのこれ。あ、そうなの？なんかドルパパがピョンピョンって、プールのやつをおじいも遊びたいんだけど、高かったから買えなかったんだよね。あれ、なんてやつだかな、おじいも遊びたいんだよ。デッドアライブ6って、これはあれかな、遊べるやつじゃないよね。これ多分、戦うやつでしょ、デッドアライブって。違った？デッドアライブってね、なんか昔なんか、プレステかなんかで遊んだ。でもこれ戦うだけでしょ、これ。違うの？ゲームの内容はキャプチャー。ストリートファイターみたいに、あ、戦うやつでしょ。キャプチャーないね。あれ、ちょっとどんなゲームなんだろう。ちょっとこれ気になるな。よいしょ。あ、公式サイトあった。それで、どんなゲームなの？やっぱ戦うゲームでしょ？この21世紀、まだこういうの流行ってんの？戦うゲーム。コマンドで入力して戦うやつでしょ？ほら。あー、出た。おじい、もうこういうのね、もうダメなんだよ。バチャファイターね、バチャファイター2とかさ、もうそれを最後に、もうコマンド入力型はもうダメで、ついていけないよ。ストリートファイターとバチャファイターで、もうおじい無理だから、もう、うん、チュンリーひっくり返してくるくるって回してるだけでさ、もうそんな新しいのとかできないもんだってね。これなんか、なんかちょっとちゃんとしたダルシムみたいな感じじゃん。ほらほら、これなんか剣じゃん、なんかなんとなく。剣とダルシムだよ、これ。いやー、もうこういうのはもう字やらないな。なんかぴょんぴょんって、なんかかわいいゲームだったらな、欲しいけどな。あれ、なんてゲームだっけな。あれ、すっげー高いんだよ。中古で安く出てねえかな。あ、なんてやつだっけな。ドルパパのツイキャスに行けばタイトルわかるんだよな。アマゾンでちょっと調べてみるかな。確かね、デッドアライブなんだよね。デッドアライブの、なんかね、なんかサブタイトルがついてるやつじゃなかったかな。違ったかな。うん。ドルパパがね、ピョンピョンして、今日は何して遊ぶってやつ。なんかあれめっちゃ面白そうなんだよね。あ、これかな。Kindle版が1800円。ビジュアルガイドか。ふざけんなよ。
ガイドいらないよ。フィギュアもいらないよ。うん、あ、フィギュア、なんだっけ、バーチャーなんとかのね、なんだっけ、バーチャル YouTuber のあのフィギュア欲しいね。あ、これだ。あった。あ、これ違うな。これゲームだな、これ。ゲームじゃなくて、なんか、全九州って書いてあるから、これ、フィギュアだね。ありゃ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 。ドルパパが遊んでたゲーム、どれだろう。なんか、こんなやつだと思うんだよね。エキストリームってやつかな。ちょっと待ってよ。デッドアライブのエキストリームの新しいやつだな、多分。ちょっとこれでググってみよう。何種類ゲームがあるか分かんないけどね、よいしょ、ボタンでピョンピョンピョンっていくやつね。エクストリーム、ストリームの新しいやつってどれなんだろう。3かな。これの Xbox 版、これかな、これが一番新しいのかな。ドルパパ遊んでたやつ。あ、すげえ高いと思ったけど、コレクターズ版が高いけど、通常版はそれでもまだ8000円するの。うわ、クソ高えな。 Xbox 版はあんの。ちょっと待って、 Xbox 版ないの。ちょっと待ってよ。Xbox 版ないんですか。ちょっと待ってよ。このタイトルで横文字で検索しないとダメなのかな。で、Xbox、 あれ Xbox は出てないの。出てこない。あれ、じゃあちょっと待って、 Amazon にはないってことかな。デッドアライブエクストリーム3の Xbox One、 あ、あるじゃん。あ、ちょっと待って、3じゃない。あれ、 Xbox 版ないの。そうなの。デッドアライブエクストリーム3、スッカーレットが2019年3月20日に発売決定だって。じゃあその頃になれば今のやつが安くなるの。スカーレットって何だろう。プレス4版は VR、 スイッチ版は HD、 お、 Xbox 版は、Xbox 版どうなったの。スイッチか。そうだな、おじ、スイッチ、そうだね、まあスイッチ欲しいかな。スイッチってなんかレースゲームある。マリオカートだよね。でプレステ4はさ、楽しいレースゲームもどうせないじゃん。で他に遊ぶゲームがないからさ、スイッチだったらね、任天堂でしか遊べないゲームがあるからさ、まあ、スイッチ欲しいかな。そうだよね、スイッチセットより高いよね、グラボとかね、 CPU とか。そうだよ。グラフィックどうなんだろう。スイッチとプレステ4だと大きく違うのかな。やっぱ絵はしょぼいのかな、スイッチって。どうなんだろう、全然スイッチ興味がないからさ、分かんないけど。うわー、まあいいんだけどね、Xbox はフォルツァ遊びたいためだけに買ってるからさ、いいんだけどさ。あー、ジャストコーズはもうダウンロード版しかないし、もう絶対買わねえ。もうふざけんなよ、ほんと。なんかセールで、まあせめてあれだな、せめてな、3キュッパぐらいになったら買おうかな。じゃあね、来年だな、来年かな、再来年かな。あー、がっかり。おじいの
年末年始の楽しみが、おじいのね、あの遊ぶゲームってね、こういうなんかこの、よいしょ、どこ飛んでいっちゃうの、もうこういうのはやんないんだよね、おじいね。で、こういう、デビジョンス、まあ、これもちょっと気にはなるけど、どうせ操作がめんどくせえんだろうなと思ってね。で、戦うのはやらないし、これなんだろう、アンジャム通常版って、なんだろう、これ、RPG かな、冒険かな、戦うやつかな、どういうゲームなんだ、事前予約して、どんなゲームか内容も見せてくんないのに、あの予約なんかでいけないよね。来年の2月発売なの、どんなの、団結して勝利せよ。あー、こういう世界観か、あのあれか、あの地球防衛軍みたいな、なんかあれか、なんかミクレイドエリスみたいな、なんかこんなあれだね、コロボックみたいになっていくんだね。あ、こういう世界観か、こういうのはもういいな、もうあのヘイローだけで十分だね、うん、刻々と変化する、あ、こういうのはいいや、もうね、おじこういうのね遊ばないんだよ。あ、バイオハザードか、おじいね、あのこういうバイオハザードも遊びたいんだけど、あのゾンビが出てくるじゃん、怖いからね、やんないんだよ、うん、ゾンビじゃなくてね、ピューピューお姉ちゃんだったらいいんだけどね。キングダムハーツって、これはなんか RPG かなんかでしょ、どうせ。で、バイオハザードのなんだろう、なんとかバージョンだね。あ、鬼武者ってこれあれじゃないの、あのなんだっけ、おじい、プレステ2だか3だか買った時にあれかな、やったやつかな、なんだっけ、なんだっけ、金城武だか、なんだっけ、そんなような名前のあれが、あれでしょ、タッ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 ってやったあれかな、あれの、あれ鬼武者ってそうでしょ。でもなんかね、やたら安いんだよ、なんかこれ昔のゲームをそのまま、何、リメイク版って感じ、これもしかして、なんかあの倒して、あのなんか魂みたいなのを吸うやつじゃないの、これ、違う、カプコン、ちょっとゲームの内容を見てんだけど、おこれやっぱそうだよね、ほら、あの倒したらこの魂みたいなのシューってボタン押して吸うやつだよね、あれ遊んだよ、そのゲーム付きであの買ったんだよ、確か鬼武者ね。これ絵が綺麗になったバージョンなのかな、あ、そうだよね、ほら、金城武を起用して、これ昔のやつじゃん、うん、サイバルが約18年経った、ちょっと待って、嘘、鬼武者って何、18年経ったの、もう嘘でしょ、じゃあプレステ3じゃなくてプレステ2か、そんなに古いの、あのヤフーオークションで、あの怪しい出品者から一か八か買ったんだよ、あのよく詐欺もあったんだけど、でその出品者のあの悪い評価もいっぱいあったんだけど、あの3ヶ月後に送るってね、でもうあの予約も取れないぐらい人気だったね、プレシスって。で、その人の出品は、あの他で買うよりもね、3000円ぐらい安くて、で、おまけにゲームソフト、確かこれ、鬼武者を1本つけてくれるだかなんだかってね、ゲームソフト付きだったんだよ。その代わり待ってもらうよって感じで、お金先振り込みで。で、ちゃんと到着してる人もいるし、最初にね、予定日になっても来ないしって、まあ、1ヶ月ぐらい遅れる場合もあるらしいんだけど、でまあそんなに対してあの楽しみだけど、まあ、どうせすぐ手に入らないだろうと思ってね、まあ、あの変に催促しなきゃ来るでしょうと思って、で予定よりちょっと過ぎてから送られてきたから、うわー来たよーっつってね、
だからこのゲームはねすごくあのおまけで、おまけでっていうかあの抱き合わせでね買ったやつだもんで、よく遊んだんだよこれはね。そっか、あれからもう18年経ったんだ。へえ、それで3542円もとんの、ぼったくりじゃん。ぼっちたクリオさんだね。他にね、なんだこれ1116円。なんだろうねこれ、これセール中って、でデシアとシールドって、なんかパッケージがなんか面白そうだけど、1166円のゲーム、何これ、事前予約するってまだ発売してないの。130円割引。あ、なんか、なんか、嫌いじゃないんだけど、あ、なんか面白そうだな。うん、なんかね、あの、おじ、こういうの嫌いじゃないよ。嫌いじゃない、ただ遊びたいとは思わない、嫌いじゃないよ、もう気が済んだ。こういうのはやんないしね。これなんだろう、ザフザフエストツリーって、なんか木のゲーム、1150円。あれゴンギツネじゃないのこれ、どんなゲームよ。あ、なんかちょっと世界観がいいじゃん。1150円、どんなゲームよ。うん、キツネになって、何あのパカランパカランパカランって、で、あ、ここ掘れワンワン、あー、あのあれか、ディズニーのゲームみたいなやつか、そこに行ってボタンを押すとそこのなんかあれが楽しめるよみたいな。ちっちゃい子供が喜ぶねこれね。あ、なんかいいな。空まで行っちゃうの。あ、なんかこの世界観いいな、好きだな。うん、なんか楽しそう。パカラン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 って、あ、いいな、楽しそうだな。ぴょーんして、まあ税込みで1150円だったら、ちょっとなんかね、映画見に行ったとかさ、なんかちょっとなんか遊んだと思えば、いちいち楽しめたら元取れそうだなこれ。へえ、これ12月1日発売、12月1日の1時に利用可能なんだって、予約すると。へえ、1150円か。いいなあ、ほんと。いいね、これ。へえ、いや、楽しそう。いいね。たまにはちょっとゲームで遊びたいな、おじいも。うん。他にどんなゲームがあるの？ライバル名がガンとか、これだ、いいや。ジュラシックワールドエボレーション、恐竜の世界もいいや。バトルフィールド、あ、5出んのね。どんどんなんかあのグラフィックえぐくなってくよね。ヘアドランダー、なんかわかんねえな。あ、何これ OKKO Let's Be Heroes、 何これ、なんかちょっと、あ、ここもなんか、これも面白そうじゃん。これなんだろう、これ新発売、これなんだ、これなんかに似てるね、これなんだっけ、ね、なんかの漫画に似てるぞこれ。なんかわかんねえけど、でちょっと OKOK、レッツヒーローズちょっと見てみっか。
1000円台で買えるゲーム、下どんな内容なんだ？たたたーん。これで終わり？ちょっと違うな。ごめん、ちょっと違った。こっち見てみよう。俺死ぬ好きでドゥーンみたいな感じじゃん、なんか。これもどうせこのロゴだけで終わりだね。これは？ああ、なんかこう3つ、なんかなんか選んで遊ぶんだね、なんかね。よし、どんな感じ？ああ、もう知りたい、待てない、もうダメ、もう待てない、待てない、待てない、もう。もうやだ、もうこういう作り方をしてるゲームはもう、プロモーションビデオ嫌い、どうしようこんなゲームじゃない。もうそんな気長じゃないんだよ。サブテリアン、なんかドロドロっとしてるな、みんなね。ガンスケープっていうのが、なんかちょっと雰囲気が、どんなゲームなんだ？どうせここはあれでしょ？どこだけで終わりでしょ？スクリーンショット。ほう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 ほ
シャドウなゲーム。ああこういうなんかちょっとあれだね、うん、あのなんだろう、プレステ2時代ぐらいのやつだねこれね。もうあのさすがにちょっとここあれだね、あのなんだっけほら、ドロパパがやってるゲーム、あのなんだっけほら、あのモザイクみたいなゲームあんじゃん、あんな感じではね、あのなんだっけな、ね、あのモザイクゲーム、なんか世界的にヒットしたモザイクのゲームあんじゃんね、名前出てこねえけど。いやー XBOX と、もあこれだよこれ、あカーマグドン、カーマグドン、カーマゲドン、これ面白いよカーマゲドンって。3326円のマックスダメージって、これ新しいやつ、新発売、昔のだよねこれ。パソコン版よく遊んだけどさ、元祖日の人跳ねられるゲームじゃなかったっけ、違ったっけか、カーマゲドンって。そうだよね、いろんなものって、スクリーンショットこんだけか。絵が綺麗になったバージョンかな。へー、その他のおすすめ、雷電とか、あやっぱ昔のゲームか全部。うん、カーマゲドンはね、あのおじいの記憶にも残ってるよ。うん、これは面白いゲームだったと思う多分ね。あこれなんだろう、これちょっと気になるな、700円だって。これちょっとフェアリーのゲーム、うん、あ XBOX ライブって書いてあるけど、なんだろう、ライブのゲームかな、うん、あなんか面白そう、ちょっと、あなんかあのトゥームレーダーみたい、なんかあこういうのいいな、なんか面白そうだなこれ。ちょっと待てよ、この絵からしてこれ日本語でちゃんと遊べるのかなこれ。あこれはあのもう
いい意味でプレステ1とか、あのだっけ、 Windows95 時代とかの最初の頃のトゥームレーダー、ああいうこういう感じ、謎解きしながらなんかやってく、これ面白そうだな、これ何百円だっけ、これ面白そうだな、これ日本語で遊べるんだったら欲しいけど、でも絶対期待できないよねこれね。謎解き分かんないでしょレビュー。ああもう誰もいない、ちょっとこれはチャレンジできないな。せっかくなんか雰囲気的にはいいなと思ったんだけどね、うん、いやまあでもなんとなくおじいが遊びたくなるようなゲーム分かってくるでしょ。まあなんかもうなんか見るからに遊びたいゲームがね、なんかこれちょっと面白そうだね、うん、ガンゴレ&なんとかってやつね、ガガ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 ってやつね。あこれあれじゃん、ウェブレースだこれ。わクソ高え、8420円だって。これは任天堂64のウェーブレースで十分だよ。それかGTA5 でいくらでも遊べるじゃんこんなのね。うん、そうか。っていうかこれ見てたらキリがないじゃんこれね。いやーもう Xbox もうあれだね、近日発売。あこれ体験版あれしたけどつまんなかった。近日発売。あでこんなにあれか、古いやつか、新しいやつじゃないんだね。Xbox One X なんだろうこれ、エンハンスド対応ゲームって、これ何、これエンハンスドゲームって何、くる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 、うん、Xbox 専用タイトル、うん、あ本日はホライズン4が4843円だってね。まあでもそんなに安くないね、うん、マインクラフトだ、さっき言ったモザイクゲームね。これなんだろうね、なんだろうね、なんか気になるね。まああと気になるゲームないね。ありませんね。はあ、ということで元気なおじいの Xbox あれだね、ジャストコーズ4が買えないんだったら次のお楽しみは来年の10月フォルツァ8ね。それが Xbox One 対応で出してくれるか、またなんかあれじゃないの、新しいの専用とか初期型ダメとかさ、それか新しいマシン投入してさ、新しいゲーム機じゃないと遊べねえとかそうなっちゃったりしてね、せめてもう一個くらい遊びたいよね新しいのね、うん、いやちょっと長くない、おお、もう22時半じゃないか。これなんだっけ、これ何の動画だったんだろう。いや思い出せない、何の動画だったか分かんないけど、まあ、とりあえず終わるねこれでね。何の動画だったの、あそうジャストコーズ4で、そうそう、ふざけんなよ本当に、パッケージ版出せよ、ふざけんなよ本当、もう二度とジャストコーズ4遊んでやんないぞ、もうおじいに遊んでほしかったらパッケージ版出せよ本当、ふざけんなよ、それか値段安くしろよもうちょっとね、うん、はい以上ですね。Xbox One ユーザーのジャストコーズ4を楽しみにしてた皆さん、ね、残念でした、ね、こんな高かったら買えないわね、本当、ざけんなよってね。はい、またね、バイバイ。